中国の上海ノンシム食品にウーロン麺、のぐりうどん、揚げ麺に粉末スープと火薬がついています。麺は白く丸断面で太くもっちりした食感で存在感が高いです。確かにラーメンというよりもうどんに近い食感です。スープは牛肉と海鮮風味が混ざっており、辛さはあまり強くありませんが結構複雑な味です。韓国で作られるのぐりうどんには出汁用の昆布が入っていますが、この中国版では省略されていました。そのせいか韓国版よりもちょっと旨味が弱いような気がします。